はい、こんばんは、森吉です。今週の武士沢騎手、注目馬、紹介してみたいと思います。今週はですね、4月2日土曜日、4月3日日曜日、となりますね。はい、今週ですね、武士沢騎手土曜日、中山3クラ日曜、1クラと、ちょっとかなり厳しい感じにはなってるんですけども、まあ、ローカル開催ですね、今週なくて、中山阪神の2乗開催ということもありますので、まあ、しょうがないのかなというふうには思います。では、その、数少ない中からですね、まあ、面白そうなのが、まあ、2つですね。1つ目は土曜日の1レース、3歳の未勝利ダート1800、これ、牝馬限定戦にありますね。このアバランチリリーという馬ですね。使うごとにですね、内容が徐々に、良くはなってきてるんですね。で、前走なんかも結構、まあ、5着なんですけども、まあ、ちょっと、レースが終わった後にですね、突っ込んできてるという感じではあるんですが、一戦ごとにですね、慣れが見込めて、どんどん上昇していると。で、今回はですね、まあ、2着、3着っていうのが、まあ、3、4頭いると、いう状況ではあるんですけども、牝馬限定戦になるっていうのもですね、前進する材料にならないかと、掲示板は十分にあると思います。2つ目ですね、これが日曜日の、その1クラのうちのものなんですけども、7レース、ダートの 1800m 戦ですね。この JK ライアンという馬です。二重丸っていう感じで、印打たせていただきました。ちょっとこれはですね、メンバー見渡した中でもですね、前走、タイムとかですね、その辺の比較をしてもですね、普通に足りるなという感じですね。で、頭数も少ないと。で、これ、前々走、東京の6着、前走の中山4着と、これ、武士崎氏乗るようになってからですね、まあ、乗るようになってからというかですね、ここに来て、この馬自身がですね、調教でも、まともに動くようになって、さらに武士崎氏がですね、こういうやはり癖のある馬、上手に乗りこなすようになってですね、馬も変わってきたという陣営のコメントがですね、前走から、ありました。で、前走の上がりタイムなんかを見てもですね、他のメンバーと比べると、これ抜けてますし、これ普通に足りるなという感じです。ちょっと相手関係ですね、まだ枠とかですね、確定してない段階で、まあ、ジョッキーの騎乗馬という感じで紹介してますんで、相手の印っていうのは、まあ、回してないんですけども、この馬軸で単勝から行きたいなというふうに思ってます。やはり内田騎手のチャンスメイク、それから、まあ、小畑騎手ですね、先週2勝、素晴らしいですね。このクラウンジュニアスとかですね、この辺に流したいというふうに考えてます。今週の武士座騎手、たった4頭という感じで、ちょっと残念な感じではあるんですけども、そのうちの半分、2レースくらいはですね、面白みがあるということをお伝えしてですね、今週の武士座騎手、注目馬の紹介という感じにさせていただきたいと思います。面白い企画だなと思っていただけましたら、チャンネル登録としていただけますと励みになりますので、皆さんよろしくお願いいたします。